これまで多くのメダリストが生まれた日本のお家芸コンマ1秒を争う選手たちの相棒が水着この水着が神進化を遂げ選手たちを支えていたロンドンオリンピックの銅メダリスト寺川綾さんは 日々進化する水着についてこう語るやっぱり少しずつ進化していってるので、うん、あ、そんなこと水着でできるのって思いました助けてもらおうとあんまり思っていなかったのに水着に、うんうん、記録も少しずつだったんですけど伸びてましたしそう世界で戦うにおいて、うん、この水着だなって最後思って ちゃんと行けたので。ではメダルラッシュが期待される東京オリンピックに向け、一体どんな神進化を遂げているのか。向かったのはスポーツ用品の総合メーカー水野失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい水着がいっぱい並んでますね。はい。 待ってましたとばかりにずらりと並んでいたのが歴代の水着前回の東京オリンピックから半世紀以上日本代表の水着を作り続けているのだではこの50年で競泳水着はどう変わってきたのか進化の歴史から教えてもらったこれ前回の1964年の東京オリンピックで選手が来た 水着です、えー、触ったりとかしてもいいんですかはいどうぞ触ってみてくださいあ,あでもなんか生地とかはスクール水着というかはいこの前は主にシルクで水着を作られていたようなんですけども<ー>この、えー、と代表モデルからナイロンという素材を使うようになりまして耐久性の面であの大きく変わったんじゃないかなと思います、うん 1964年以前の生地はなんとシルクそれが東京オリンピックを機にナイロンに進化していたでもシャープさに欠けるというかあんまり速くなさそう速く泳ぐたためには作られていいななかったのかっのと思いますあの、まあ、胸にあのワッペン貼り付いてますけども胸ってあの水の抵抗をたくさん受けるところですので。うん そこに水を含むような素材で大きくワッペンをつけるというのは今考えると速さのためにはなっていないのかなと思いますあなるほどフェルトだはい、はい、胸のワッペンは水をたっぷり吸い込むフェルト生地今ではありえないことだという続いては68年のメキシコ大会4年でどこまで進化したのか ここにあの、まあ、縫い目シームがあるのが分かると思うんですけどもこちら立体裁断、ですね前回の東京の時には前身と後ろ身を、まあ、前と後ろ合わせるという平面的な縫製だったんですけども体の形に沿ってできるだけフィットするようにあの立体的な縫製をして体に寄り添う水着になるようにという進化がされました。前と後ろ 2枚を合わせるだけだったものが細かく裁断した生地を体の線に沿って貼り合わせることでフィット感がアップ確かにくびれもくっきり出ているあと、まあ、当時真っ黒だったと思うんですけども、はい、まあ色つけてあのおしゃれといいますか <laughs> 色がついておしゃれに進化した水着は4年後さらに華やかに。 72年ミュンヘン大会の水着には桜の花のプリントが実はこの頃、国の特徴をデザインで表すのがブームにさらに4年後ここまでカラフルにちなみにドット柄の正体はなんと日の丸そうこの頃の水着はスピードよりも動きやすさやデザイン性が重視されていたしかし次第に 動きやすさのみならずより早く泳ぐことが求められるようにそして今から13年前現代水泳を爆発的に進化させる画期的なビッグバンが起こった2008年一つ水着の歴史の中では大きな出来事がありまして。はいまあ、他社の 見過ぎてあのすごく記録が出るという見過ぎが登場しまして歴史上の一つのターニングポイントではあったと思いますちょっと言いかけられてきましたけど <laughs> レーザーレーサーですねそうですね他社、まあ、さんのあれなんではい覚えていますかレーザーレーサー開発したのはイギリスのスピード車メダルを目指すオリンピックは勝つことが重視され 新記録が出にくいいと言われているそんな中北京オリンピックではレーザーレーサーにより20個もの世界新が誕生したまさにビッグバンもともと水野の水着を着る予定だった北島康介選手もレーザーレーサーを着用大会直前の変更という本来 ありえないことが許されるほど、レーザーレーサーは早かった。レーザーレーサー、何が結局すごかったんですか。えっとですね、体に水着を着るんではなくて、うん、水着の中に体を入れる。水着の中に体を入れるって、どういうことかというと。レーザーレーサーの表面は硬いポリウレタンで覆われており。体を締め付ける力が非常に強い。 この締め付けが胸やお尻の凸凹を抑え水の抵抗を少なくすることにつながった硬い水着は着るというより体を入れる着用に30分もかかったが結果として数多くの金メダルをもたらしたその年の4月の大会では多くの割合で水の着用されてたんですけども、うん、夏までの間にもうガラッとそのシェアが変わってしまうという事件が まあ相当悔しい思いをしたと聞いています当時水野のテストスイマーをしていた寺川さんは本当にそんなことってあり得るのっていう感じだっびっくりしましたねえこれじゃダメなんだって初めて思ったんですよねどん底を味わった水野の水着しかし悔しさをバネに 新たな進化の可能性に注目した早く泳ぐ水着というのはどういうものかということを一から考えてフラットスイムという理論のもとに水着の開発を始めましたキーワードはフラットスイム水面と水平にフラットな姿勢を保つことで、えー、とより抵抗の少ない泳ぎができる効率よい推進力が生まれると。泳いでいると 足がこう落ちてきたり、お腹がこう落ちてきたりすると体が受けるあの抵抗がすごく増えてしまうわけですね。水に対する面積が少ないほどあの抵抗は少なくなるので、この足とかお腹が落ちないようにあの水着がサポートしてあげる。水中で体が沈まずフラットな姿勢を保ち続ければ水の抵抗が少ないまま泳ぎ続けられる。 この発想をもとに水着でどの筋肉をサポートすればフラットな姿勢が保てるかという視点で開発が進められたこうして水野がフラットスイム理論を取り入れた水着を完成させ挑んだ2012年ロンドンオリンピック実際にこの水着を着て銅メダルに輝いた寺川綾さんは当時をこう語る。 やっぱ疲れてない時だとそんなに分からなかったんですけど、うん、疲れてきた時にその水着に助けてもらえる前半足をちょっと温存してちょっと水着に頼りつつで後半そのサポートにより一層こうスパッとかけるみたいな変わっていきました<ー>さらに4年後のリオオリンピックではフラットスイム理論をもとにさらに進化このモデルはあのお尻ですね、うん、特に。 あの裏地を大きくつけまして体をまっすぐにするようなサポートをしやすくなったと今までなかった裏地でサポートすることでお尻とももを引き上げフラットな姿勢がより保てるようになったついにレーザーレーサーを超える水着を開発した水野その喜びを大竹さんが語ってくれた日本選手 まあ、シェアがウェザーレーサーの頃だいぶ落ちたところから日本選手も多く水野を来てもらえるようになりまして日本代表の着用率ナンバーワンにさらに嬉しいことがあと、まあ、日本の選手だけではなくて海外の選手も、うん、あの水野の水着らしいぞと海外の選手にもたくさん来ていただいて。海外の選手にも広まった さらにさらに逆に声かけてもらって来たいんだけどっていうような声をもらえるようになってきましたマスク越しでもわかるにやけ顔そう海外の選手が日本のメーカーを着ることは今までなかった大異業水着の世界でもジャパンクオリティが認められたそしてレーザーレーサーで出した世界記録を 水野の水着を着た選手が次々と塗り替えた完全に息を吹き返した水野東京オリンピックに向けさらに紙進化この水着は水中で軽い進化を遂げました水中で軽い今までも軽かったんじゃないんですかメンズののモデルでこの前作 から約水中の中に20%軽くなったと。想像を超える。軽さではどうやって水中で軽くしているのか、水の中に入った時の撥水の性能が良くなった。水中で水を弾き重くならないことによって、スイマーは今まで体を浮かすことに使っていた力を前へ進む力として使えるようになり、それがスピードアップに繋がるのだ。 どれくらい水をはじくのかその撥水性能を検証結構いっちゃっていいですか結構いっちゃって大丈夫です結構いっちゃっていいですかはいおおすごいわ全然すごい全然はじいてるえこれ油塗ってないですよね油は塗ってないですね、えー、撥水の力ねすごい ただ、瞬間的にはじくだけなら防水スプレーと変わらない神進化した水着の凄さはその持続力にある従来の素材と神進化した素材を水中につけてみると従来の素材が水を吸って色が変わっていくのに対しなかなか水が浸透しないのがわかる実際の試合でどれだけはじくのか 画面奥座っている選手にご注目泳いだ後にもかかわらず水滴が粒になって落ちている水をはじいて重くならないこれが好タイムにつながっているのだどれぐらいちタイムって違うもんなんですかね 0. 何秒の世界ですねトップの選手は、はい、タッチの差って言いますけども本当に 0. 何秒 きちんと詰めて勝ちきるかどうかというところなので 0. 何秒でもほんの何センチでもあの縮めていけるような水着を作りたいなと思ってますオリンピックごとに画期的な進化を遂げる水着スイマーにとってどんな存在なのかもう身につけるものが水着とキャップとゴーグルしかなくって。 せっかく練習してきたのに試合の時にその水着を着て不安を持ってレースするって一番つらいことだと思うんですよね、まあ、相棒ですよ、ねうん、もうそれを最後着たらこうスイッチ入れていくぞっていう感じだったのでコンマ1秒のために注がれる知恵と情熱東京オリンピックでは競泳日本の勝負服からも目が離せない